はい、秘密基地レンちゃんでーす。もうこの辺はなんかね、歩いて1分とか数分でもう基地がね、もうほんと炸裂してるからね。しかも雨結構降ってきたな。でこの時間帯だと面白いのが、まあね、平日だったらこの辺のコンカフェとか、ガルバ上がりの子とかもいるからあれなんですけど、でも大体送りだからね、一人で歩いてる女の子むっちゃ多いから、こんなとこ一人で歩いてるって言ったらもう大体あれっすよ、基地上がりっすよ。こんな感じっすね。あのね、基地の子とかに聞いたら、基本的にやっぱ基地系はね、送りがないみたいっすね。キャバクラとか飲み屋と違うから。だから、なんつうんだ、箱減るみたいな感じで、結局みんな自分の車で来て、近くに駐車場を止めて、で、そっから、ね、自分の車でマイカーで帰るとか、あとはあれっすね。やっぱ近くに住んでる子たちが多いっすね。自宅から近いところの基地を選んで遊んでる感じっすね。だから、基地系ってもうほんとむっちゃ増えてる感じっすね。わ、むっちゃ雨降ってきた。はい。